では早速気を、取り直してとか改めてね挨拶の方行きましょう。うんちを拡大するな。どうも。うんち拡大してないじゃん。アバンデジニアール三世こと八代貴族でございます。じゃあ文山さん自己紹介お願いします。はい、どうも皆さん、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日とっても睡眠をとってきましたから頭が冴えてます。ほんまひまわりです。はい、今回ね5割以上、20問中、10以上を目指してまずは頑張りましょう。頑張る。よし。最後の20問目を正解したら、はい、かなりすごい点数入るかもしれないんで。ほんとに、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでそろそろ1問目行ってみてもいいでしょうかね。うんち拡大されてますけどそんな余裕あるのかな、お前に。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、いやもうね、え、6-27-33、はい、引き算6なのに、え、6なのに、どういう意味、33より、あ、そういうことか、分かった。あ、分かりましたか。はい、もう算数ですよこれ。うん、はい、もう前回足し算出したんでね。まあ任しなよ。6引く、じゃあ27、33、27、28、29、30、36なので、6、27引く33はまずやります。27引く33、6、-6なので、-6引く6は0、0、0、0。え、これ順番違う、0でいいですか。あ、言い方悪い、0。え、ここの問題の答えは、0でいいんですね。え、あれ、6-6は0じゃない。いや、大丈夫です、それでいいですか。6-6は0です。6-6は0。じゃあ答え、私の回答お願いします。はい、-54。ダメ、なんでゼロになるんだよ。じゃあ27-33は、え、27-33は、まず27引くじゃないもん。-27-33じゃん。あ、え、-27とマイナス、ちょっとこれ見てくれ。うん、この27足す33ってなってるよね。うん、なんで足したの、足したの、1本間違えてない。ね、まず引き算をやる、2回やるわけですよ。27を引くし、6から33も引くじゃん。33も引くじゃん。うん、27と33引くじゃん。うん、まずこの時点でいくらマイナスするかっていうのをここでまとめようってこと。マイナス同士を足し算する。あー、マイナスありなんだ。お前、何の制限ルールで戦ってたの。マイナス縛りでもやってたんか。マイナス大富豪でルー縛るみたいなノリで。あ、そうなんだ。お前、ハンデキャップつけて算数やってたってこと。なるほどね、そうだね、ゼロが全てじゃないってことか。マイナスありなんだって何。あ、そこを足せば、じゃあマイナスからスタート。マイナスからスタートね。待って、いや一応プラスからスタートしてるけど、プラス6ね。この塊はプラス6がある。6は本物なの。6は本物、マイナスではなくプラスの本物。見りゃあかんだろ。いや、見りゃわかんないよ。隠されてるかもしれないじゃん。隠されてねえよ、これ数学に隠し要素。ここを連打するとマイナスが出てくるとかないんですよ、ね。この通り、正の数、負の数とかあって、-27と -33は負の数。え、それ赤色、ああオレンジ、赤、すごい先生っぽい赤だね。すごい、ね、色の話はしてねえんだよ。ね、思んくってみんな、すごいね。とりあえずマイナスの概念を次からはちょっと意識して、うん、分かった、解いてみてください。マイナスの概念、ね、はい、はい、じゃあ次の問題切り替えていきましょうか。はい、でさ、これ文法とかそういう感じのやつやろ。あ、違う、文法だっけ、忘れた。あ、分かった、あ、違うわ、分かった。
ちょっと待ってね。できた？できた！おお、よかった。じゃあちょっと見せてもらおうかな。うん。なになになに、どう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 、これでいいですか？顔がやばい、どうしたの？なんかがっかりしてる顔してるけど。お腹すいた？エネルギーを使ってるかな。エネルギー？ダイエットじゃん、一緒に。こんな回答見たら痩せるわ。ガリンチャレ。正解は、和田さんの回答こちら、15分の16。ダメ。そんなでかないやろ。数分も知らんのかお前。知らん。はあ。まずな、知らんのよ、そんなの原始人には分からんのよ。分母を揃えるんだよ。うん。で、お前分母を足し算してるけど、そうじゃなくて、え、掛け算じゃないじゃん。え、もしかして斜め読み？は？なんで掛け算だよそれ。え、どういうこと？いやだから、まず15じゃないじゃん、だって5と3だよ、見てちゃんと。いや、だからあの、分母を揃えないと足し算できないのね。さらにちょっと分かりやすく言ってよ、2分の1ってあるじゃん、うん、2分の1半分だろ、半分か。4分の2ってどう？4分の2も半分か。うん、6分の3は？6分の3 は半分こではないね。は？え？ 4 分の1か3×2 は6だろ。うん、ってことは3は6の半分じゃないのかい？うん、半分だけど、うん、確かに。じゃあなんで4分の2は OK です？6分の3でも6人いるから、まあそうか。まあそんな感じ。そうなんだ、なんとなく分かった。まあなんとなくでいい。うん、まあそういう感じのがあるよっていうね。ちょっと難しいんですよ。難しいね、騙し問題だね。ちょっと引っ掛け問題。いや、お前の人生って引っ掛け問題ばっかりっぽいな。うん、シャロビーダンス一時期流行りました、映画とで。映画でね。え、ダンスだね。あ、発音しない方がよかったか。これの意味は何か、ちょっと答えてください。シャルってなんだよ、シャル。シャル？シャル？お、書きましたか？パパラパパパラパパパパラパ。どう？何するか。これどういう意味ですかこれ？え？これはどういう意味ですか？ダンスやる？やる？そう、やる？ダンスしてみる？やる？する？やる？どう？ダンスやる？みたいな。ダンスどうすか？ダンスを一度やってみませんか？ダンス。まあそれはあのインストラクターの人とかがなんかやったことない人に誘うとか。じゃあ回答こちら。私と踊りませんか？あ、踊りませんかってこと？ダンスって踊るってことか。はい、バツ。マジ？ダンスなんだと思って、お前。そうか。待って待って、ダンスってなんだと思ってたの？え、ダンスはダンスだよ。じゃあバナナはなんて言うの？あ、ダンスを。バナナ。バナナはバナナだろ。ほら、ほら、その感覚で言ってないんだよ。なめんな。ダンスはダンスなんだよ。あ、動詞だってこと分かってなかったのか。動詞って？動く？うん。いや、ダンスは分かるよ。だってヒヨなんて踊りじゃん。いや、多分ダンスは、お前の持ってるダンスは名詞なんだよ。ダンスという、あ、そうです、踊りのこと。うん、ダンス。ダンス、あの、We Dance って言ったら、私たちは踊るになるんです。あの、例えば、ゲームプレイするって言うじゃん。プレイゲームって。プレイング？プレイ、プレイ、I'm playing とか、プレイって言うじゃん。ゲームをプレイって。プレイは遊ぶみたいな感じの意味じゃない？そうだね、そうそう、だからするみたいな言葉なの。で、この場合のダンスは、うん、あの踊り自体じゃなくて踊るっていう意味なんだけど。え、簡単に言うと We は何？あ、これは We は2時3時、はい、終わり。そういうこと、それ何だったんだろうって思ってたから。え、どういうこと？だから We は2時3時ってみんな言ってたじゃん、あの時、あの統合した時、何言ってんだろう。統合のことって思って We は2時3時って言って、ヒマもさ、とらわれたように We は2時3時って言ってたけど、意味わからず言ってたの？そう、何言ってんだろうなと思って。私たちは2時3時って言ってたんだよ。あ、そうなんだ、うん、あ、私たちは2時3時って言ってたんだ、うん、でもなんかいいことだってことは分かってた。悪いことじゃないってのは分かってた。それ2時3時使った分で悪いこと言ってたらお前ヤバすぎるだろ、その事務所。そう、だからあの公式からツイートされてることは全て読んでいいでしょ。ああ、うん、そう、うん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 、
よっしゃ、ウィーアン二次三次行こう、次。はい、じゃあ10問目お願いします。ウィーアン、うわ、出た。あ、これ、わかる、これもうこれね、うん、これ、足利義満が県立鹿、これ、なんだろう、これはあれだね、叙々苑の六音寺叙々苑の通称六音寺シャリ六音寺シャリ伝六音寺シャリ伝叙々苑叙々苑って字見ただけでお前叙々苑って言うな。これ何、フランスパリの名所電波塔としても使用されている。フランスパリの名所電波塔としても使用されている。あ、わかる、これあのね、風が吹いてる。めっちゃ風吹いてるね。わかんない。でもあのね、頭の中でわかるんだよ。何かわかる。あのね、わかんの。絶対わかんのこれ。あのね、待って。ファッシャワーが。わかんだって。ピョンピョンピョンみたいな感じのやつなんだよ。わかるの。え、待って。あ、違うかもな。なんだこりゃ。あれ、ヒャッヒャッパーラーラー、ま、北斗の剣のモヒカンの叫び声みたいな。ヒャッパラーラーではないんだよ、絶対。ヒャッパラーラー、ファッヒャ、じゃあファッヒャラーラーで、ファッヒャラーラーで、上の方、上、下か。いや、もうどっちも近いんだけど、ファッヒャラーラーかな。違うな、これもうどうでもいいわ、もうひょひょららもうどうでもいいわ、ね、ほんとにどうでもいい、これなんでどうでもよくないの。あ、ごめん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 、あの、そうだよな、真剣なんだから。すまん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 。はい、どうぞ。はい、正解こちら。どっちかで、エッフェル塔。あれ、え、あれ、エッフェル塔、あ、エッフェル塔、あ、あ、え、なんだ、え、なんだと思ってたの。フェッフェル塔かと思ってた。あー、フェッフェルピョーみたいな言ってねえでしょ。フェッフェルピョーみたいな、それなんだ。塔なんだ。え、そこ漢字なの。え、それ日本語、英語では、え、なんて言うの。え、フランス、あの、エッフェルって人が作ったから、エッフェル。じゃあさ、エッフェルに行きたいんですっていう時にさ、あ、エクスキューズミー、あの、ゴートゥーザエッフェル塔って言うの。命令してるね、ゴートゥーザ。お前今からエッフェル塔行けっつってるね、それ。じゃあプレイングエッフェル塔。プレイしてどうする。エッフェル塔プレイってレベル高すぎだろ。ど、何、じゃあ、ウィーウィー、ウィーアーエッフェル塔。まず、まあ、フランス語だしね、まずね。まあ、英語も通じると思う。じゃあ、じゃあ、なんて言うの。パパ、これ行くとき、エッフェル塔に行きたいですって人に言うとき、なんて言うの。うん、あい、あの、アイワナ、I wanna be there? I wanna go, I wanna go Eiffel, Eiffel Tower とか言うんじゃない。あ、Eiffel Tower って言うんだ。あ、I want to go Eiffel Tower。 I want to go Eiffel Tower、 なるほど、塔って言わないんだね。行きたいって。で、Eiffel Tower が言いたい。Eiffel Tower ってもう一気に日本語じゃん。そうだよ。うん。塔は、だからおかしいなと思ったの。フランスパリで使われてる日本語みたいな。あ、さあ、BGM もね。こう、ひなが中学生の時の教室にいた人が、はい、BGM 流れました。言うと思った。小風画だよ、これは。さあ、この人、作曲者名を答えてください。え、なんて言った。もう一回。作曲者、この作曲者、うん、この人の名前。あ、この人の名前、もう、あの、フルネームじゃなくていい、もちろん。フルネームじゃなくていい。うん、なんだろう、これ。今何個か知ってるよ。あの、上の曲とかは、で、上から2番目は G 線上のアリアの元になった。さあ、
てて好きその歌、うん、いやこんな素晴らしい曲書かれる方ですよ。決してあの髪の毛の歌ではない。そうなの、今髪の毛のオリソンかと思ってた。やべ、不経済だよ。いや、ごめんなさい、怒られるかも。ちょっと大丈夫、この人に怒られるかも。よし、亡くなられてるから。あ、そうなの、あ、そう。お前、長生きだね、バッ長生きだね。バッハ、お、バッハって言った今。いや、言ってないよ。言ってないよ、バッハ。バッハだろ。こっち、バッ、はい、いやこれ俺のうっかりだね。正解こちら、ヨハン・ゼバスティアン・バッハです。これ誰だと思った、これ俺が言う前、これはね、てか知ってる人がモーツァルト、うん、バッハ、うん、ぐらいしか分かんない。じゃあ、あ、二択だった。二択だった、どっちみちモーツァルトかバッハの前。モーツァルトはテルル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 あーはい、あーEDM だったから分かんなかった。エリーゼのためにな。そう、なるほどね。あと、モルコ共進曲、トルコ共進曲な。トルコだった。いや、素晴らしい、よく知ってる。ベートーベンとかも知ってるんじゃない。あ、ベートーベンも知ってる。あれでしょ、ツインテの。ベートーベンツインテだったの。あれ、あれツインテじゃん。あんたのために曲なんて書いてるんじゃないんだからね。みたいな感じだったの。違うんだからね。じゃあマジでツインテで髪の毛、パンみたいな感じじゃなかった。あの、チョココロネみたいな。チョコ、あの、カツラでね。あれ、じゃあ、別のベートーベンかな。別のベ…誰ベートーベン複数人いんの。ねえ、お前、あの、偉人が戦う系の漫画でも読んだかもね。なんだろうね。まあでも、バッハか。覚えた、もう。なんだこれ。楽譜の楽譜の強弱を示す記号です。上はピアノ読み方はで、うん、意味は弱く。ピアノ、え、どういうこと？ピアノ弱く、じゃあもう楽器が違うってこと？ね、ピアノってピアノじゃないんだよね。あくまで読み方。あ、これ P ってこのなんか楽譜に書いてあるんだよ。こんなやつ ピアノって読むんだ。え？どういうこと？まんま P だよ。 P？ うん、あんな？じゃあ、ふ、分かった。あと M とかがつくことがあるね。じゃあフルートとかじゃない？あ、違うね、その顔は。ちょっとやめるわ。いやいや、いいよ。で、違うね。短距離、短距離走で使用、両手を地面につけかがんだ姿勢から走り出す戦法。戦法？方法な。お前何？LOL、何？LOL でもやってるのか。なんだろう、ね、これ知ってるわ。よーいの時のやつだよね。よーい、あ、よーい。短距離走でしよう。両手を地面につけ。短距離走ってのが違うんだよね。両手を地面につけ。短距離走だったら立ちだったんだよな。うるせえ、お前の勝ち負けは聞いてねえんだよ。かがんだ姿勢から走り出す方法の名前は、よーいスタートですか。え、違うの、むしろ。え、みんなだって耳つぶりながら言うやん。よーいって言うじゃん。でもさ、これドンだよね。スタートのとこ、普通は。え、これ地元の違い。え、地元の違い？それは あくまで掛け声じゃん、それ。方法の名前ではないの。方法じゃんって。え、方法の名前。え、なんだろう。よーい、スタート。しか思い浮かばない方法。え、今こんなおらんかったもん。ま、じゃあ、ま、立って走るやつはよーいスタートじゃないの。ドンじゃない。かがんでる時だけなんだ、スタート。そう、だってもうガッチじゃん、顔が。見て、こんなガチなことある？うるせえ。フリー素材のお兄さんの顔面は関係ねえんだよ。うん、じゃあ正解こちら。はい。クラウチングスタート。テイクはマークでしょ？まず、だって海外の世界陸上とか見てても、これあれかなって。位置について用意ドンじゃないじゃん。でもクラウチング
と言うか言うよ。あ、そうなんだ。まずクラウチングスタートって言うの掛け声じゃねえよ。方法の名前なんだよ。あ、そういうことか。かがんで走り出す方法のことをクラウチングスタートって。なるほど。じゃあその掛け声じゃない。え、やる気はないの？どういうこと？え、じゃあなんて言うんだよ。はクラウチングスタートをしながらなんて掛け声を答えるんだよ。彼たちは掛け声はしない。そうなの？うん。なんだよこれ。徳川高き義信。義信、これ義信って読むんだ。義信、うん、が、朝廷に政権を返上、うんうん、江戸時代の終焉へ、うん、なんに？え、これ問題途中？終わり問題終わりですからのじゃない？これより先はない。しかし朝廷がそれを受け入れたぐらいだ。しかしって続かないこれ。しかし、しかしこれだけでは終わらなかった。徳川家は実は諦めていたわけではなかった。でも慶喜は実はそんなことが。それ面白い。むしろ。ただこれ小学生レベルの問題ですよ。え、これどう、ちょっと待って、何を答えたらいいか分からへん。これ、この出来事を何というか。この出来事を返上、うん、江戸時代の終焉。うん、分かった。これ自体を何というか。なんか聞いたことある言葉だけど。お、はい、こんなんじゃない？あれ嘘。スタッフが爆笑。さっきから白笑ってる。これに耐えきれなかった。なんでこういう言葉聞いたことあるんだけど。おめえ炎上。あれ違う。吉野部どんなおめえを、吉野部はどんなおめえをかぶってたの。ということで今日のテストここまでということで、うん、はい、終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、イエーイ。で、本間ひまりさんね、すごいですよ今回。すごいでしょ。なんと、うん、ですね、正解数が20問中13